平穏な暮らしがしたい。ただそれだけです。そして今、平穏な暮らしが手に入りました。今日は明るい動画だよ。本当です。今日はどんよりした動画じゃないよ。ドキッとしたでしょ。すみません、なんかこの人が現れると、はい、ちょっとドキッとします。そうね、これまでこの姿で登場した時で、なんかこうね、なんか、はい、出来事が事件が起きた時っていうのが多かったんですけども、はい、今日は今ちょっと分かりづらいかもしれないけど、この下ニッコニコですから。ニッコニコ。引きつってます。はい。引きつって見えてるのはそのマスクのせいだけども、マスクのせいっていうと今日ちょっと語弊があるな。マスクのおかげで、うん、やってるんですけども、なんともう言っちゃいます。まあ過去ね、まあこういった動画幾度か出したんですけれども、この姿で、はい、こちら、はい、お仕事来ました。おお。ルルンさんからお仕事来ました。はい。動画を見てくださったのか、それともまあ僕が結構いろんなねメディアでもこう毎日フェイスマスクしてますというようなことを言っていたことが届いたのかわからないですけども、ルルンさんが、ありがとうございますということで、ぜひよろしくお願いしますということでお仕事いただきました。はい、来たよ、コジ。おお、やった。コジ系大好きな、案件でございます。いや、僕だってもうずっと好きですもん、この。はい、それはもう本当に嘘やめてください。あなたに関してはフェイスマスクのことを何も興味示してなかったですし、俺がずっとこのフェイスマスクのね、毎日のデイリーケアの必要性を唱えても一切興味を持ってませんでしたけれども、はい、まあこういう機会いただいたんで、改めて今日は、まあ、視聴者の皆さんもそうですけども、目の前のやっぱりおじさん2人やっぱいますから、いや教えてほしいです正直。はい、もういろいろ1から10まで全部お伝えしたいなということで、まあ今いろんなところで見かけますけども、ドラッグストアとかの山積みになってすごい見ますよ。そう、これだから実際本当にリアルに僕使っているフェイスマスクなんで、うん、これまあ今日はこれご準備いただいたものなんですけど、実際ストックはこれの3倍ぐらいまだ僕ありますので、はい、これはこれでありがたくいただきますけれども、はい、ということでね、いろんなことが今年ありましたが、はい、結果藤森が今年なぜ乗り切れたか、辛いこと、神経をこう使うことたくさんありましたが、はい、ルルルンです。ルルルンで、乗り越えることができました。やってません。それ本当ですか？本当です。言い過ぎじゃない？いやいやいや、これね、結局ね、内面的なことって、はい、やっぱりストレスだとか、こういろんなことが溜まってくると、はい、やっぱり一番肌に出るわけよ。なるほど。正直ボロボロでした。今年、藤森。まあ仕事もね、おかげさまで忙しくやらせてもらったり、まあいろんなこうね、事件ニュースもあったりと。ですけども、そんな中でも一応今年40歳。だけども40歳には見えないですね、お若いですね、肌綺麗ですね、やっぱ言ってもらうことによってなんとかなんとかギリギリのところで精神保ってましたから、はいもう断言します、私もルルルンなかったら今年引退してました。あ、でもなんか説得力ありますよ。はい、もう、はい、きっともう肌もボロボロになり、はい、引退してました。だからまあ今日はせっかくそういう形でお仕事いただいたんで、もうちゃんとこのなぜね藤森がもう自分で言うのもちょっとおこがましいですが、この40歳にしてこの奇跡の肌を持っているのか、これもう本当にお伝えしたい。いやもう恥ずかしがることじゃない。藤森40歳現在奇跡の肌の持ち主です。美のカリスマと言っていただきたい。はい、もう美のカリスマっていうとちょっとまたね他にもいるんでね、肌が一個も見えてないんですよ。いやいや、まだ今何分経ってる？いやもう5分ですけど。ああ、5分経った。はい、外さないと活動限界やっぱあるんですね。いやこれはね、まあそっからじゃあいきなり今質問あったから言うけど、うん、このフェイスマスク、まあ僕のこう肌感、はい、まあスキンケアで肌感っていうと余計ややこしいんだけど、僕の感覚的に大体5分ぐらいがちょうどいいと思ってます。これがね10分15分やり続けると、これだんだんこのマスクが乾燥してきて、はい、で逆にパリパリになって乾燥しちゃうって恐れもあるし、1分2分だとちょっともったいない。せっかくこのたっぷりの潤い成分が入ってるんで、はい、でもうついでだからいつものルーティンで言うとこれ5分やって外しました、はい、したらこれねすごいルルンたっぷりめに染み込ませてくれてるんで、うん、これをこうやって絞ります。えすごっ、えそんな出るんですか？これ絞ります。だってすごいでしょこれ。え、すごい。もったいないでしょこれ。すごいいい美容成分いっぱい入ってる。え、なんかたまに僕そのなんかホテルとか行くとあるじゃないですか。はい。そんな出ないっすよ。いや出ないっすよ。だから。出ない出ない。もうそこがまずルルルンのいいところですから。これやるじゃない。でこれみんなあんまねやってないの。これ顔だけじゃなくて首いっちゃう。おお。なぜかってやっぱり首年齢一番出やすいからね。たるんでくるでしょ。シワが寄ってくるでしょ。首は隠せないって言いますもんね。そう。でやっぱりこの普段服がここかぶってない部分だからやっぱり日光にも当たる紫外線にも当たってるから顔と同じぐらい首、はい、優しくこう塗り込んであげる。ちょっとなんとなく気持ちこう押し込んであげる感じで、まあ、一応ね、このルルルンで保湿をまずするわけですけれども、その後にこれまあ何でもいいんですけども、これをやった後にこういった乳液とか、うんクリームでこれがね大事なんですよ。これをね皆さん忘れちゃうんですね。クリームやるんですね。そう今この毛穴に保湿成分がルルルンで入りましたよね。はい、入ったものってでも何もしないとすぐにこう蒸発して出てっちゃうんで逆に乾燥しちゃったりもするんですよ。そこをこの毛穴に蓋をしてあげる。この蓋の効果があるのがこの乳液とか美容クリーム。あ、化粧水の代わりってことですか、要はルルルン。そう、これだから化粧水成分もあるし、はい、他のいろんな保湿成分もあるから、だから化粧水をつけてからやった方がいいんですかとかいろいろ聞かれたりするんだけど、そういうのは必要なくてもとりあえず保湿はこれだけで OK。 あ、そうなんですね。その後仕上げとしてこういう乳液やクリームをこうやって顔にやってあげることで、うん、これでも OK。 おお。でもまあ言ったら5分で済むんですよこれ。あ、確かに確かに。そうだから俺いつもお風呂上がってでなるべくそのお風呂上がってタオルでゴシゴシ拭かない。タオルってあれ意外と表面もこんななってるからね。顕微鏡で。あ、怖い怖い。顕微鏡で見たらタオルってこんななってる。怖い怖い。それはもうどこのふわふわでも。これは厳禁。もうタオルってさ、だってここに水滴あったとするじゃん。はい。別にタオルポンと置くだけで水滴取れるじゃん。取れますね。それでいいんですよ。水分を軽く取ってあげる。でポンポンポンってタオル軽く押さえてあげたらもうすぐこれやって、はい、で5分あるからその間歯磨きしたりとか明日の予定をちょっとチェックしたりとかやってたら5分終わって外して絞って塗って首も塗ってで乳液塗ってこれで OK。 でこれをねなんかやっぱ面倒くさいがっちゃってたりとかしたら、はい、ダメです。その5分をケチって、はい、1年後にね、のたれ汁のか、はあ、それともこの5分を大事に毎日コツコツやって、うん、10年後20年後素晴らしき人生を歩むのか、はい、そういうことです。もう今断言します。2人はこのままいったらのたれ汁ます。いや、やだ、はい、もう遅いとかないですか。あ、今いい質問ですね。あ、はい、これ美容は、はい、いつ何時誰でも始められます。遅いはないです。むしろ始めてくれてありがとう。新たな人生がスタートしましたっても歓迎します。こちらは、はい、はい、だからもうこれ見ていいなと思ってくれたんだったら今日からやってください。今日から始めても遅くないってことですね。遅くないし、ぶっちゃけ俺やりだしたの30多分56ぐらいだったんでね。あ、そうなんですか。でさらにこのルルルンで毎日ケアするようになったのはもうここほんと12年、2年前ぐらいかな。あ、でもそれぐらいをしてたってことなんですね。あんまりこういうこと言うとうさんくさいって思われるかもしれないけど俺昔の写真の方がすごい老けてるから、20代とか30、チャラをやってる頃とかもう何にもしてなかったし、もうそれこそ夜更かしして酒飲んでなんだやってたから肌結構この小じわあったりとか、色も悪かった。これはまあ、正確な効果わかんないけどもう僕的にはなんかトーンアップ、はい、肌がだんだん明るくなってくるみたいな効果もなんか実感はしてる。それまでやっぱ粉服とか平気であったから。え、全然ありますよ。調子悪い時全然この時期ですよね。特にこの時期に冬の、はい、この時期はもう本当にこうなんか朝顔をこうさ水で洗ってそのままとかにしてたから、そうするともう仕事の現場着いたぐらいこうポロ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 粉が吹くとか。それ今しんごさんないんですか？ないないない。あるわけないじゃん。あるわけない。人間みんなあるんじゃない？あるわけないじゃん。なぜならルルル。おお。人間みんなあるじゃないの。人間みんなあると思ってました俺。人間みんな粉吹いちゃうじゃないの。それがやっぱりね、このルルルやったおかげで。でこれ何が大事って、その35、6から始めたって言ったけど、その時はまあ本当に化粧水やって乳液塗ってとか、たまにこういうマスクしてたんだよ。はい、なんかマスクをイメージでなんかたまに1週間に1回とか、ちょっとこう肌の調子悪いなって思った時に定期的にやる感覚でやってたんだけど、このルルルに関しては32枚入ってて、要するに1月分なんですよ。なるほど。だからこれはもうデイリーケアを推奨している商品なんですよ。毎日やるってことですね。そう。なんか今までマスクってたまにでいいんだよねとかって、確かにたまにやる用のマスクもあるんですよ。ちょっと値段的に高いとか、1枚で数百円したりとか、高いイメージあります。高いのはもう1000円あるんですよ。そう。まあそれをそれで多分もちろんいいと思うんだけど、これはデイリーケアなんで、なんとこれ32枚入って1980円。ありがとうございます。え、一月ってことですか？そうです。割とだからだいたい60何円、70円いかないぐらいじゃない。1枚。62円だ。62円ぐらい。安いっすね。これ月2000円でサブスクだと思って入ったら肌綺麗になるからね。見られる側のサブスクですね。そういうこと。見る側じゃなくて。そしたら俺入ったことないですね。でしょ？はい。良かったこと本当に冗談の気でね、最近やっぱ若返ったってよく言われるんで。あとすごいやっぱ肌綺麗ですねとか。それで本当言われてますよね。それ嬉しいプラス言われることによって自分にどんどんこうより自信が持てて、そうするとまたストレスもその分軽減されたりとか、明るいポジティブ思考になるから、そういうのって本当になんかね。分泌されて、やっぱり肌とかにいいんだよ。週に2回ぐらい粉吹いてます。まずいっすよね。もうあなたもうストレスの塊なんだよ。そう。だからまあそれで正直まあいいことづくめではあるんですけども、で結果まあこういう形でね、お仕事までもらっちゃう。だからまあこれ32枚あるから、今日これよかったら1箱ずつ渡すんで。1ヶ月やってごらん。ガチで1ヶ月やりましょう。2ヶ月で僕ら。いや2ヶ月で俺はストックこれの3倍ぐらいあるから、これいいよ。2箱ずつ持ってってもいいし。ちょっとマジでどうなるか知りたいっすね。やってみましょう。シンプルです。毎日。朝でもいいし夜でもいい。これ実はですけども、私はこれでも1日1枚推奨ですけど、僕はね朝晩2枚やってるんですよ。もう本当に朝起きて洗面所行ったらこれやって、でその間に歯磨きして外してやって乳液して、それで現場行くじゃん。でそこからメイクさんにメイクしてもらうじゃん。めちゃくちゃ褒められるもんね。すっごいお肌しっとりしてますねとか、メイクノリがいいって言われる。まあそれでもね、まだいやいや、まあそれはあなたがまあテレビ出たりとか表に出る人だから、そういうことをまあ考えるかもしれませんけど、わてらその40過ぎたおじさんたちにそんなことやって周りから笑われますわ。もう古いっすよ。そんな考え古いっす。そんなことないっす。職場でね、40になって課長部長ですかもうが若い子にね、あれ部長今日肌なんか綺麗ですねって言われたら仕事はかどるから、それだけで頑張っちゃうってなるから。でやっぱり奥様にね、うちの旦那がなんか若々しくなってるんですなんつって世間から言われてみたら、それはそれで奥様嬉しいし、〇〇さんとこの旦那さんなんか急に若くなったんじゃない男ねなんて言われてみ、奥さんの旦那さん、ケイさんなんかすごい若くて渋さましてかっこいいですね。嬉しいじゃん奥さん。嬉しい。そうでしょ。確かに。肌が綺麗で渋いってめっちゃいいっすね。そういうことなの。旦那さん、粉吹いてる。いやそれそうよ。奥さんも恥ずかしいじゃん。旦那がさ、あのもうなんつってさ、お歳暮を持ちに行ってさ、冬場だからもう乾燥してるわ。乾燥してますよ。今年の1年ありがとうございましたなんつってもうポロ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 粉吹いてさ、うちの旦那が粉吹いてなんて言いたくないのよ。そんなこと言われちゃうんですか？言うよ言うよ。そんなふうに謝られちゃうんですか？もうすぐやります。そしたら個人もだから本当やってください。でも面倒くさいっていうのは確かに正直あるかもしれない。俺も朝結構ギリで、うわもう面倒くさい時間ないなってあんだけど、まずこのルルルン、これ見たら分かんない。これもう俺今実際使ってるやつだからこれ分かる？すごい出てくる。だからもうたっぷり保湿成分があるから最後の1枚まで全然しっとりしたまま使える。なんかこれ小分けになってないのいいっすね。そう取り出しやすいよ。えこれめっちゃいいっすね。いいとこ気づいたね。小分けでねやっぱ売ってるのも多いんだけど、あれがゴミになってあれ捨てるのがだるいんですよ。こう開けて取り出してそのゴミもたまるしとか、いやそんなこと手間じゃないと思うけど毎日のことだとすげえこれが楽でパッて出す。そうだわ。でこうやって1枚つまんでもこれで取り出してこれで蓋しとくだけでいいよね。あそれなんか続けられそうです。そうでもこれたってこのルルルン俺やっぱいろんな正直マスク使ってきたんだけど、このルルルンいいのは、もうパッてこう1回開けばこのようにですね。これ十分なの。そんなになんか細かい立体裁断いらないんですよ。そうでもうこのままパッとつけて、でこの鼻のとこだったかな多分なんかついてるここは。あれだ、ここだけこう剥がしてこうやってやって、ちょっと普通はね鏡のあれでもまあ見なくてもほら。あ本当だ。そんなペタンってちゃんとつくんですね。これたっぷりついてるから、これはねしっかりピタッとくっついてる。このままT シャツとか着ても取れない。こういうこと。喋りづらいとかも喋りづらくないですね。まあでもこれで別にそんな人と話す機会ないから喋りやすさ求めてないから。ズーム会議ズーム会議バッドクエスチョン。ズーム会議ズーム会議これでやりやすい。前にやっとけって話だよ。これねちゃんと笑えるんですか？ちょっと外しますね。これ2回もやっちゃったからもうちょっとごめんなさいね。また乳液塗りますけど、これまあ今これを大体普段使ってで、ちょっとこう1泊2日2泊3日とか行く時はこの7枚入りのこういうのもあるから、これ持っていけばそこまでかさばらないし。そういうのもあるんですね。そう海外旅行行く時とかもこれを必ず持っていきます。なんかサウナの後とか入りたいですね。正解。いいこと。これサウナ僕好きじゃないですか。サウナ入ってるとなんかそれもあって肌綺麗なんですかねみたいなことを言ってもらうんですけど、まあ確かにもしかしたら毛穴が綺麗になったりとかそういうこともあるかもしれないけど、サウナ入るとめちゃめちゃ乾燥するから。なんかそれを感じます。毛穴から塩分出るでしょ。塩ってさ昔理科の授業でやった時に浸透圧かなんかの関係で水分をこうどんどん出してくる。だからサウナの後何にもしないとガッピガピになるから、サウナ行く時とか俺絶対これを持っていくから。でもサウナ行ってすぐにこれやることによってちょっと開いた毛穴にこれぶち込むことによってもうよりぶち込めるから、これぐらいのさゴルフのカップが通常だとしたらこれぐらいに開いてたらどっから打っても球入るじゃん。確かに入れ放題。ぶち込んできそう。ぶち込み放題。保湿成分ホールインワン状態。保湿成分ホールインワン状態ですか？そういうこと。すげえ。だからサウナはサウナ自体はもちろんいいと思うし、その後にでも絶対してほしいなこの保湿系。美容のご意見番だからご意見番だったんですか？初めてちょっと聞いた。割といるじゃん女性タレントさんには。割といるじゃん美のカリスマとか美容のご意見番みたいな。でも男性の美の人やっぱまだマットさんぐらいしかいないでしょ。やっぱ打倒マットでやってるからねこっちは。そうだったんですね。打倒マットですよ。マット手強いよ。肌綺麗だったもん俺直であったら。マジで毛穴一つもないツルッツルマットさん。黙んなよ。ちょっとあんまイメージが湧かない。マットさんのイメージがあんま白いし、はい、今ライバル誰ですかって聞かれたらもう迷いなく俺マットっていうの、そうか、その芸人でとかじゃなくて藤森の今のライバルはもうマット、藤森狙うは美容枠だ。そうだったんですか。無理無理無理、大喜利でそんなフリップして面白い答え言うとかさ、はい、それなかなか、はい、それやってもさ肌きれいになんないでしょ。ああ、ならないです。なんないでしょ。はい、大喜利してる。はい、だから俺美容する。だからパックするんだよ。フェイスマスクするんだよ。なんでなんか文句あるんだよ。スタジオではやんないじゃないですか。なんか文句ある。スタジオでパックはしないじゃないですか。何文句あるなら招待状ちょうだいよ。あ、美容の。美容でなんか俺にこれ以上のケアしてるっていう人いるんだったら招待状ちょうだいよ。20秒あるじゃないですか。何が違うんですか。それわかんない。そういうのはわかんない。それもルルルの会社の候補さんに問い合わせしてみても。ご意見番に聞くんじゃダメなんですか。そこご意見番に聞いちゃダメなの。それわかんない。どっちもいいんだもんだって。なんか一応モイストとなんとかって書いてある。クリア。クリア。モイストモイスチャーしたいときはこっち使ってクリアっていう気分のときはこっちでいいんだよ。俺どっちも使ってるもん正直。はい。モイスチャーしたい時って何ですか。モイスチャーってだから潤い的なことでしょ。わかんないけど。クリアはもうパチッとしたい。でもどっちも潤うんだけどね。それちょっとごめんなさい、候補さんに確認してもらっていいですか。そこまで知らないですよ。やりないよ。やりますね。ちょっと今日からやってみますというのをやるんだよ。はい。1日5分。1日5分ください。はい。僕にお願い。皆さんの貴重なね。時間を1日5分ください。1440分のうち5分だけ僕にください。お願いします。そしたら平穏な暮らしが待ってます。どうでしょう皆さん、1日5分の奇跡体感してみませんか。僕は少し先に行って待ってます。皆さんのことを潤った肌で笑顔でお迎えできるように少し先で待ってます。それじゃモイスチャーWake up please。 12月31日レディオフィッシュが大阪に帰ってくる。チケットは絶賛発売中。詳細は概要欄のリンクから。ようこそフィレッジへ。